This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。政府はタイ観光の成功が具体的に見られるまで観光刺激策を推進する方針です。空港内の休憩スペースが拡大されます。タイの米輸出は上半期で500万トンでした。ランドブリッジ計画を含む南部経済回廊案が閣議に提案される予定です。それではまず、はじめのニュースです。政府はタイ観光の成功が具体的に見られるまで観光刺激策を推進する方針です。観光スポーツ省は、セーター首相が進める観光振興政策の成功を明らかにしました。観光スポーツ省によりますと、今年1月から6月までの6ヶ月間で、タイを訪れた外国人観光客は1750万人で、それによる観光収入は8250億バーツに達しました。政府はイグナイトタイランドと題した観光刺激策を実施しており、タイ観光の可能性をあらゆる次元で促し、観光を刺激し続けています。主要都市に観光ルートを設置し、魅力的な第二都市へと接続し、特に東北地方に観光を拡大する計画です。またタイで人気のラブブ人形キャラクターに、タイ中国国交樹立50周年を祝う観光活動も準備しています。ラブブが観光地をめぐるプロモーションビデオを制作しています。観光スポーツ省によりますと、今年1月から6月までの上半期に、タイを訪れた外国人観光客の数は、1,750万1,283人で、観光収入は8,255億4,100万バーツに上りました。タイへの観光で最も多かった国は、中国、マレーシア、インド、韓国、ロシアでした。また、タイ政府観光庁は、イグナイトタイランド政策に基づき、観光地をさらに活性化させるため、主要都市に観光ルートを設置しています。ナコンラチャシマー県など東北地方を皮切りに魅力的な観光地の接続を開発しています。次のニュースです。空港内の休憩スペースが拡大されます。国内の主要空港を管理・運営するタイ空港社によりますと、空港内のスペースのうち店舗として使われている場所や政府機関が使用している場所を空港利用者が休憩の場所として使えるようにすることが計画されています。キラティ社長は、タイを世界の空港旅客サービスの中心にするというタイ政府の方針に通じるものだと説明しています。具体的には、免税店のキングパワーやタイ国際航空が使用している商業エリアや入国管理局、
関税局、国税局が使用しているエリアが、搭乗を待つ客にトランジットの客などが利用できる休憩スペースとされる予定です。これによるタイ空港社の賃料収入の減少は年間9000万バーツ余りに上ります。対象となる空港内のスペースは、スワナプーム空港で1097平方メートル、プーケット空港では491平方メートルです。空いたスペースには休憩のためのもののほか、子供を遊ばせることのできる空間、デスクワークができる空間などが設けられることになります。一方、午後の酒類販売禁止について、首相が再考を約束しました。午後2時から午後5時のアルコール飲料の販売禁止について、レストランビジネスクラブの代表者が文書で撤廃を要求したのに対し、セター首相は、政府は観光促進によって国の収益を増やそうとしていると検討を約束すると返答しました。この酒類販売制限は1972年に役人が終了時間中に飲酒する問題の対策として導入されたものですが、飲食店、ビジネスと観光業にとってマイナスとなっていると指摘されています。クラブの代表によりますと、飲食店が販売する料理は牛乳、卵、野菜といった材料が2割から3割値上がりしており、生産コストが5割ほどアップしています。また景気が低迷し、消費者の購買力が低下し、光熱費も上がっており、飲食店は苦しい状況に追い込まれていると訴えています。次のニュースです。タイの米輸出は上半期で500万トンでした。タイ商務省によりますと、タイの米輸出は1月から6月の今年上半期に約500万トンに上りましたが、7月から9月の第3四半期に関しては、ベトナム、インド、パキスタンの米が市場にあふれて、タイ米の割高感が強まり、バイヤーが購入を控えることで減速することが予想されると説明しています。商務省の統計では、今年1月から5月期のタイ米輸出は405万トン、946億4091万バーツと好調で、前の年の同じ時期の348万トンを上回りました。ただ今年に入って今のところタイ米の最大の輸入国であるインドネシアは入札によって米業者を決めていることから、タイ米が他の米生産国の米より割高となれば輸入されない可能性があると見ています。商務省海外貿易局とタイ米輸出業者協会は、今のところタイは今年750万トンから800万トンの米輸出が可能としています。一方、10年貯蓄米の入札で最高値の業者が失格すると見られています。10年前に当時のインダク政権が買い上げた1万5000トンに及ぶ米が、東北部の倉庫に保管されているのが先頃確認されたことから、公共倉庫機構によって購入者を決める入札が実施されました。商務省関係者によりますと、入札で最高値を示したのは V8 インタートレーディング社でしたが、公共倉庫機構は、応札資格などをチェックしたところ問題点が見つかったため、同社は失格となる見通しです。入札は6月17日に行われ、V8 社が2億8600万バーツ、キロ当たり 19.07 バーツという最高値を提示していましたが、落札業者の発表はまだ行われていません。貯蔵期間が10年と長かったことから、品質などを問題視する声も上がっていましたが、官民の2カ所の研究機関による検査では、安全に食することができる品質との結果が出ています。次のニュースです。ランドブリッジ計画を含む南部経済回廊案が閣議に提案される予定です。スリア運輸大臣によりますと、関係当局はアンダマン海側と台湾側の港湾を結ぶ陸上輸送路、ランドブリッジを建設する計画の2026年の開始を見込んで、ランドブリッジ計画を含む南部経済回廊案を今年9月末までに閣議に提出することを予定しています。ランドブリッジには総額1兆バーツが投入される予定で、政府が国内外からの投資の呼び込みに力を入れています。スリア運輸大臣は
ランドブリッジ計画の青写真はすでに出来上がっており、現在国内外からの投資に備えて部分的な修正作業が進められている。これは今年7月から9月の第3四半期には完了する予定だと説明しています。南部経済回廊案は9月には閣議に提出され、来年4月にも議会で承認される見通しです。また、ランドブリッジ計画の環境事前影響評価は来年中に出来上がり、天然資源環境企画室に提出できる見込みです。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。政府は大観光の成功が具体的に見られるまで観光刺激策を推進する方針です。空港内の休憩スペースが拡大されます。タイの米輸出は上半期で500万トンでした。ランドブリッジ計画を含む南部経済回廊案が閣議に提案される予定です。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.